これ今度ね、情報ね、車輪、二輪車、三輪車、四輪車、二輪車と三輪車と四輪車があって、車輪の数は全部で、車輪ね、車輪、車輪の数、ちょっと漢字がおかしくなっちゃいましたね。車輪の数は全部で51あったと。で、ここで文章で、1台に1人ずつ乗ると20人乗るのに4人分足りません。変な言い方しますね。1人1台ずつ乗ろうとすると20人ね、乗りたいんだけど4台足りないって言ってるわけよ。ってことは、全部で台数は16台あったということがわかります。20人乗れなかったんでしょ？20人乗るには4人分足りないんだから、じゃあ16しかないってことですよね。で、三輪車の数は、四輪車よりも2台少ない。これが情報ですね。まず、二輪車、三輪車、四輪車があって、車輪の数は全部で51で、台数は16台あった。で、三輪車の数は四輪車よりも2台少なかったということが、今この問題でわかる情報です。これってもう完全に鶴亀算ですね。鶴亀算の情報なんで、じゃあこの二輪車、三輪車、四輪車、面積図で表してみましょうか。こんな感じですね。車輪の数が一番多い。ここね。これが四輪車なんで、車輪の数は4。ここは三輪車。じゃあ、ここは二輪車。全部で16台ね。で、ここね、三輪車の数は四輪車よりも2台少ない。ってことは、四輪車の数を丸1とすると、ここは2台少ないんで、丸1-2と表せますよね。で、この三段鶴亀って、2段にしないと解けないんです。で、この2段の、この、ここね、ここ平均取るためには、この引く2とか足す2とかっていうのはダメなんですね。1対2とか1対3というように比であれば、これ平均取れるんですけども、引く2とかってできないんで、これなくしたいんですよ。じゃあ、ここ1対1にしたかったら、ここ2台、少ないんだから2台増やしてあげたら1対1になるでしょ。2台少ないということは2台増やしてあげればここの数は一緒になるんです。ということはここ2台増やしてあげましょう。じゃあ2台増やすと、ちょっともう一回3段の図書きますね。2台増やしてあげると数は一緒になる。ここがちょうど11になりますよね。じゃあ2台増やすってことは、ここの数、合計は18になるでしょ。で、四輪車、三輪車、二輪車ね。そして気をつけるのが、2台増やしたら、車輪の数は、2台分の車輪の数なので6個。合計51個だったものが、6個車輪は増えるんで、57になるということです。ね。で、ここで、ほら、日だけになったでしょ。日だけになったら、ここの面積、1×4 で、4ですね。ここは、1×3 で、ここの面積は3ですよね。そうすると、ここの面積の合計って7じゃないですか。これを、一つの横棒、要するに平均取って、この2段にしたいんですよね。ここの部分、ここですからね。ここ2、っていうことです。でそうするとね、ここ、面積を、この面積の7を、この横幅、11なんで、2で割ってあげたらいいんですよ。2で割ってあげると、この面積7ね、面積の合計、この7を2で割ってあげると、ここって、3.5。これが平均の取り方。ね、比で考えた時の、この、平均の取り方ね。そうすると、これでもう面積図になったんで、この面積図ね。じゃあ、全部で車輪の数は57なんで。じゃあ行きましょうか。じゃあ 18×3.5。18×3.5 をするといくつになるのかな。18×3.5 は、
54たす9かな、63ですね。じゃあここ63から57引いたらここ6で、ここは 3.5 と2の違いなんで 1.5、 6割る 1.5 はここ4ですね。そうすると18台から4台引いてあげると、この丸2の部分が14台ってわかります。そうすると丸1は7台っていうことがわかりますね。そうすると4輪車は7台、3輪車は 7-2 で5台。こっちじゃないですよ。こっち答えちゃダメですよ。増やした場合を答えちゃダメですよ。実際は、この丸1と丸1引く2なんでね。で、丸1が7なんで、ここが7台、4輪車7台、3輪車は7引く2の5台。そして、ここは、7、5とくれば、ここは4しかないですよね。この16台からこことここ引いてあげたらいいでしょ。これで、台数が全部わかる、ということです。とにかくね、ここのポイントは、この引く2ってやつを、ここの日だけにしたかった、この引く2とか足すとか出てきたら、その分加えたり、引いたりしてあげて、日だけの状態にしてあげる。日だけの状態にしてあげたら、平均を取って2段にすることができるんでね。これがポイントになります。はい、以上です。